ードリーは小林は一見真面目そうだが、実はサイコパスなのだ。集団でいるのが苦手で幼稚園に行っても勝手に帰って先生を困らせてしまうのだ。いないことに気づいた先生が慌てて家まで見に行くと、家中の床に半紙を敷き詰めていたのだ。この子はヤバいと判断した先生が病院に連れて行ったのだ。絶対死なないと断言する春日にムカついて、時速30キロ出た車で春日を引いたのだ。その時春日はボンネットに飛び乗ってギリギリかわしたのだ。かわされたことにムカついた若林はさらにワイパーで攻撃したのだ。彼女に寒いからマフラーしていくと聞かれ、なめんじゃねえぞと言い別れたのだ。マンゴーを食べやすく切ってくれた彼女に対して、俺に喜びを与えることに生きがいを感じるんじゃねえと言い別れたのだ。